悪魔執事と黒い猫を続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きでボスキが一旦執事業務から離れお墓参りに行きたいと。もうでもそんな危険なことさせられないからね、一緒に行くことになっております。さあ一体どうなるのか。教習で読み方合ってんのかな。第6話、西の第一の森。屋敷を出立した俺たちは2頭の馬に分乗し、ボスキの案内で西の森の中を進んでいた。いながいてる。どうどう、はあ、だいぶ進んだな。だがとはいえまだまだ荒れた道が続く。振り落とされないよう注意しろよ主様。うん。ボスキと2人で馬に乗りながら深い森の中を進んでいく。一方もう1頭の馬の方では手綱を引くアモンにムーがしっかりと捕まっていた。うわっ、あ、そこの木の根っこに注意してくださいアモンさん。大丈夫っすよ、ちゃんと見えてるすからムー。それよりあんまり大きな声を出すと馬がびっくりしちゃうっすよ。すみません。ごめんなさい、馬に乗るのってまだまだ慣れなくて。ですが。だけどいつか僕一人でも乗馬ができるようになりたいです。うん、無理じゃないかな。乗馬ができるようになるにはムーが身長伸びるわけじゃん。うん、想像したら絶対可愛くないからダメだ。そうっすか、馬を乗りこなす喋る猫。金になりそうっすね言い方。アモンさん、え、何か言いましたか。何でもないっす、乗れるようになったら真っ先に教えてほしいっす。それにしてもボスキさん、おばあ様のお墓って本当にこんな森の中にあるんすか。ああ、昔はもう少し通りやすい道もあったんだがな、うん、故郷の村が寂れて廃村になってからはこの辺りを人が通ることもなくなっちまった。ま、そのおかげで山賊の類も出ないし。そうだな、森の木々のおかげで空からも身を隠せる。天使を避けて移動するにはもってこいの環境ってわけだ。へえ、なるほどっすね。なるほどっていうセリフがかぶった。それでわざわざ馬車じゃなく馬での移動を選んだわけっすね。主様の護衛が2人だけで本当に大丈夫かなって思ったっすけど。そうっすね、むしろ少人数の方が目立たずに移動できるっす。ボスキさんが主様と2人乗りしたいだけじゃなかったんすね。下心あり。わあ、おっと、木の根っこに引っかかりそうになったっす。うわ、落ちちゃいます。うわ、いたた、目、背中に爪が食い込んでるっす。それは痛い。ったく。やれやれ、騒がしい奴らだな。いっそここに置いていくか。ひどいっす。まあ。少人数ながらも賑やかな雰囲気で森の中を進み、天使や野党の襲撃に遭うこともなく、俺たちは無事に目的の場所へたどり着いた。なるほど。へえ、ここがボスキさんのおばあ様の墓地っすか。そうっすね、空気が穏やかですごく雰囲気のいいところっすね。うん、祖母のお気に入りの場所でもあった。久しぶりだなばあちゃん。古い墓石の表面をボスキが慈しむように優しく撫でる。その様子を見たアモンは俺に軽く目くばせをした。よし、さーてと、それじゃあ俺はお墓に花を備える前に近くの小川で掃除用の水を汲んでくるっすかね。主様とムーも手伝ってもらえるっすか。空気の読める男。なんかボスキとおばあちゃん家族水いらずでお話しさせたい的な感じなんだろうな。わかった。はい、任せてください。ボスキさん、ボスキさんはお供え物の準備をしててほしいっす。任せちゃっていいっすか。悪いな。いえいえ、それじゃあまた後です。俺たちはボスキとおばあさんを二人きりにしてあげるためしばらくの間その場を離れることにした。長い間来られなくて悪かったなばあちゃん。だがしばらく来れない間にいいことがたくさんあったんだ。そうだな、話したかったことがたくさんある。昔ばあちゃんが言ってた通りだったよ。長く生きていれば人生を変える出会いがきっとあるってな。
しばらくして、それじゃあここにお花を添えてっと。主様たちが協力してくれたおかげでお墓も随分綺麗になったっすね。ありがとな。三人ともありがとな。どういたしまして。ボスキさんのおばあさんにも喜んでもらえていると嬉しいです。それにしてもちょっぴり意外だったっす。ボスキさんのおばあ様って東の大地の人だったんすか？え？どうして？いや、墓石の形が東の大地でよく見る種類に似てたっすから。そうっすね。それでボスキさんのおばあ様もそっちの出身だったのかなーって言われてみれば。すみませんっす。すみません、もしかして余計なことを聞いちゃったっすか？はあ、そんなことはねえよ。アモンの言う通りだ。そうだな。祖母が東の大地で生まれ育ったのは確かだ。だから墓石の形もふるさとの形に似せて作った。その方が喜ぶと思ったんでな。だが俺の先祖や、なんて呼べばいいんだこれ、どこの出身だろうと、俺の故郷が祖母と暮らした西の大地であることに変わりはない。俺自身には東の大地に郷愁や思い入れはねえよ。そうなんだ。へえ、なるほどっすね。でもボスキさんの先祖の話は初めて聞いたっすね。そうっすね。ボスキさんが刀を武器にしている理由がようやく分かった気がするっす。理由ってほどじゃねえよ。たまたま手に馴染んだ武器が刀だっただけだ。ボスキのおばあさんが東の大地出身であることも意外だったが、それならばなぜ孫のボスキと一緒に西の大地の森で暮らしていたのだろう。東の大地から追われてたんじゃないか。なんかあったんだろうな。そんな疑問が頭に浮かんだが、家庭の事情に踏み込むのはそれこそ余計な質問な気がする。そう思った俺はあえてその疑問を飲み込むことにした。大人になったな、シュウヤン。あ、終わった。クローズ。早い。はい。第7話、出会い。え、誰かに出会うのかここで。悪かったな。羊候補か。え、さてと、長々と付き合わせて悪かったな。じゃあ。それじゃあ墓参りも済んだことだし、そろそろ帰るとするか。と言っても、もう日が暮れる頃だし、予定通り一泊キャンプしてからだが。キャンプっすか、それもいいっすけど。よく考えてみると、ここからあの二人の家まで割と近いっすよね。あー、これ絶対羊候補じゃん、二人って。あの二人誰？なるほど。あ、それってもしかしてアロさんとチェノアさんのことですか？そうっすね。アロチェノア、あれかな、結構序盤、あ、メインストーリーか。あの美男美女の夫婦、体小柄な、違うかな。と言っても俺とボスキさんは直接会ったことはないんすけど。確か見た目は子供だけど、ああ、ほらほら、そうだ、中身は大人の人たちなんすよね。久々すぎて俺もうんってなったわ。そういえばアロさんとチェノアさんとは西の大地に住む若い夫婦のことだ。以前にドールタウンの事件をきっかけに知り合い、イベントキャラだったっけ？いや違うよな。それ以来今でもたまに手紙のやり取りをしている。めちゃくちゃ仲良しやん。せっかく近くまで来たのだから、ついでに彼らを訪ねるのもいいかもしれない。二人とも元気にしているかな。じゃあ悪魔執事候補じゃないか、さすがにあの二人は。主様が会いたいと言うなら、立ち寄ってもいいとは思うが。だが。それでも、二人が住む場所まではそこそこ距離があるんじゃねえか。確か太古の森の近くに住んでるはずだからな。となると今から向かうとしても着くのは深夜になる。だいぶ遠いね。そうだな。どちらにせよ今夜はキャンプだな。夜の森を移動するのは危険が多い。そうなんすね。主様にはベッドで寝てもらいたかったっすけど、しょうがないね。俺なら大丈夫だよ。ベッドの代わりに寝心地のいいハンモックを作ってやるよ。ありがたい。だがその前に食料の確保が先だな。狩りっすね。大物を期待してるっすよ、ボスキさん。
任せとけ、ガキの頃この森で狩猟を覚えたんだからな。その後ボスキは宣言通りに狩りで獲物を仕留め、丈夫なハンモックにあらかじめ用意した毛布を乗せ、俺たちは快適な環境で森での一夜を過ごしたのだった。ちょっと楽しそうだな、そのキャンプ。深夜、もう食べられません。ふふふ、でもおかわりしちゃいます。幸せそうに寝てるな。夜中に目が覚めてしまった俺はゆっくりと体を起こすと、寝ているみんなを起こさないようにその場を離れた。寝てる。アモン。起きてるか、ウィス。はぁ、いやー、起きてないっすよ。寝てる。主様がお手洗いに行ったとしても全然気づいてないっす。グーグー、これ本当に寝てる、うん、それならいい。俺もただの寝言だ。何かあったらすぐに動けるようにしておけよ。了解っす。グーグー。寝た。え、これ何？何か起きる？フラグ？少しして近くの小川で手を洗った後、寝床に戻ろうとすると、森の暖かな風と一緒にどこからか人のうめき声のような音が聞こえた。え？新キャラ？今のは？声の聞こえる方に茂みをかき分けて進んでみると、勇気あるなお前。おいおい、怪しいんじゃねえか。若い男性が大樹に寄りかかるようにして座り込んでいるのを発見した。若い男性？え？なんかイケメン。まさか新たな執事候補？え？天使じゃない？どう？木々の間から漏れる月明かりが男性の姿をわずかに照らす。その姿を見て俺は思わず息を呑んだ。白い髪に白い肌、そして白い衣装。深夜の森の中にもかかわらず、暗闇の中でもはっきりと浮かび上がるその姿は、まるで闇夜に浮かぶ月のように幻想的な美しさを感じさせた。きれい。え？天使じゃないなら、やっぱ新たなイケメン執事候補？思わず見とれてしまいそうになったが、苦しそうな声を聞いてすぐに我に返る。どうやら怪我をしているらしい。傷口を手で押さえているようだ。手についた血はまだ新しく、出血が止まらないのかもしれない。ボスキたち呼び戻さなきゃ。とにかく早く止血しないと。ポケットの中からいつもフルーレが持たせてくれるハンカチを取り出すと、男性の傷口に押し当てた。ごめんなさい。すっごい弱ってる。思わず謝ってしまったが、男性は目を閉じたまま気を失っているようだ。そしてその時初めて男性の耳の形が自分たちのそれと異なっていることに気づいた。絶対エルフやぜ。え、耳の先が尖ってる。珍しい形の耳に一瞬見入ってしまったが、すぐに助けを呼ばなければと思い直す。ひとまず男性をその場に残し、俺はキャンプに戻ることにした。今、助けを呼んできますから。あ、これいなくなるやつや。今のは、まさか。いや、間違いない。知り合い？夢、ではないようだな。なぜここに、悪魔執事の主が知ってるぞ、こっちのことを。まさか、こんな場所で出会うとはな。いや、もう絶対いなくなってるって、次見に行ったら。え？え？本当ですか、主様。耳の尖った大木が、何？血を流して男性に寄りかかっていたって、逆逆逆。ムー。落ち着くっすよ、ムー。血を流していたのは耳の尖った男性の方っす。とにかく、すぐに案内してくれ。わかった。やっぱりな、いなくなってるよな。ところがボスキたちを連れて男性のいた場所へ戻ってみると、先ほどまでそこにいたはずの男性が忽然と消えていた。あれ？いない？もしかしてどこかへ行っちゃったとか。ですが。でもその人、
大怪我をしてたんですよね。ああ。それは間違いないだろう。うん。きっと地面に血がついているからな。しかもまだ暖かい。それじゃあ、血を流した状態で、どこかへ移動したってことですか？それはやばいっすね。急いで追いかけた方がいいっす。そうですね。僕も匂いを頼りに追いかけてみます。そうだな。ただ、おとなしく見つかってくれるとは思えねえが、やっぱりなんか完全に姿くらませようとしてるよな。それから俺たちは足跡や血痕を頼りに男性を捜索したが、近くの小川まで辿ったところで痕跡が失われてしまった。泳いでいった？ダメです。ここで匂いは途切れちゃってます。川を渡ったのかな？だろうな。血痕だけじゃなく足跡もうまく消している。うん。足跡を振り返る術を身につけているのは間違いないな。追跡か。追跡を振り切る術。一体何者だ？ん？何者ってそりゃ西の森の住民じゃないんすか？そうっすね。主様の話だと耳が尖ってたって話ですし、エルボア様とは何か関係あるかも。ん？エルボア？西の大地のウォールデン家の当主のことか？なんでだ？なんで耳が尖ってることが西の大地の貴族と関係があるんだ？いやいや、何言ってるっすか。エルボア様の耳だってバッチリ尖ってるじゃないっすか。そうだったか。いつもフードをかぶってるから気づかなかったな。俺もわからない。ほんとボスキさんっておおらかっすよね。他人に偏見がないというか、それ以前に興味がないというか。とにかくこれからどうしましょう。怪我をした人のことは心配ですけど、見つからないとどうしようもないし。ああ。そうだな。とりあえず日が昇るのを待って、予定通りアロとチェノアの家を目指すとしよう。そうだな。そこで今回見たことをありのまま伝えればいい。その怪我人が何者にせよ、現地の人間には伝えておいた方がいいだろうからな。本当にエルボアの関係者かもしれないし、うん、追跡を避けようとするところを見ると逃亡中の犯罪者の可能性もある。犯罪者。ボスキの指摘を受けて初めて自分が危険な状態であったことを自覚したが、それでも自分が助けようとした相手が無事でいることを願わずにはいられなかった。おだ。なんで逃げた？確実にこっちの情報、遊びに来れたね。確実にこっちの情報を知ってるってことは確かだよな。あれは悪魔執事の主とか言ってたしな。絶対あの人、イケメン。やっぱイケメンだよな。顔が良すぎんだよな。顔が良い。やっぱり春はいいな。必要な食べ物が森ですぐに見つかるし。仕事は午前中だけにして、午後は森を散歩でもしようかな。かわいい。アロ、散歩はいいけど、あまり遠くへ行ってはダメよ。一人でうろうろしてると、また悪い人に誘拐されちゃうから、あったな、そんな事件も。チェノは、心配してくれるのはありがたいんだけどさ。俺も今年で25歳だよ、見えないな。あんまり子供扱いしないでほしいな。何言ってるの？私にあれだけ心配をかけておい、心配かけさせておいて。悪魔執事の皆さんが助けてくれなかったら、私は今頃未亡人になってたかもしれないのよ。わかってるよ。やれやれ、このネタであと10年は尻に敷かれそうだ。あら？ねえアロ、誰かこっちに来るみたいよ。あれは。あ、二人とも見えてきましたよ。あの大きな木がアロさんたちの家なんです。木をくり抜いて家にするとは聞いてたっすけど。そうっすね。周りの自然と一体になっていて、確かにおしゃれっすね。そういえば俺も間近で見るのは初めてかもな。ムー君じゃないか。それに悪魔執事の主も、いっす。お久しぶりです、アロさん。はじめましてっす。俺たちは主様の執事で。ちょっと待って。名前を当ててみせるから。当たるかな？屋敷のことはフルーレさんから手紙でいろいろと聞いてるからね。
そっちの人はボスキさんだね。すごく腕の立つ執事だと聞いているよ。正解、よくわかったな。当たりだ。まあ俺は当てやすいだろうな。さあアーモン、このチャラ像は結構いるからな。悪魔執事たち、チャラ像は聞き方。それじゃあ俺の名前は当てられるっすか。そうだな、アモンさんって合ってるかな。正解。当たりっす。よくわかったっすね。フルーレの手紙にはなんて書いてあったんすか。バラを愛する好青年とかっすかね。それはまあそんなところだね。濁したな。それにしてもよく来てくれたね。もしかして西の大地で依頼でもあったのかな。いや、そういうわけじゃねえんだが、あんたたちに伝えておきたい情報があってな。伝えておきたい情報？もうアロったら、お客さんにいつまで立ち話をさせるつもり？ああ、そうだね。皆さん、中へどうぞ。ちょっと狭いですけど、美味しいジュースがありますよ。やったー！あのジュース僕大好きです。それじゃあお邪魔します。俺たちは夫妻の家に案内されると、手作りのジュースをご馳走になりながら、昨夜俺が見た男性のことをそのまま彼らに伝えた。なるほど、そんなことが。怪我をしたままいなくなるなんて確かに心配ね。そうなんすよ。せめて身元だけでも分かればいいんすけど。主様の話だと、白い髪に白い肌に白い衣装を着てたらしいっす。あと耳も尖ってたとか、ひょっとするとウォールデン家の人じゃないかも、かとも思ったんすけど。それはどうだろう。ウォールデン家の人は太古の森から出ることはほとんどないし、耳が尖っているということなら、文家の人たちも当てはまるからね。文家の人か。まあでもなんか高貴な身分っぽい服装はしてたよな。文家？ウォールデン家には文家があるのか？ああ、と言ってもだいぶ昔に分かたれた、士族らしいけどね。今の話を聞いた限り、その人は警告の民じゃないかな。また新しい単語が。そうね、それなら外部の人を避けた理由もわかるわ。警告の民？ええ、渓谷の民はウォールデン家の士族の一つが治める土地なのですが、そこで数年前に若い男女が誘拐される事件が起こったんです。大事件だな。他所の大地から来た人たちの仕業らしいのですが、結局犯人は分からずじまいで。なるほど。その男の人が渓谷の住人だとしたら、そうっすね。耳が尖っている理由も俺たちを避けた理由も確かに筋が通ってるっすね。渓谷に行けば何かはわかるかな。迎え入れてくれるかな。どうなんだろう。主様。行くにしてもちょっとメンツがね、少なすぎるような。二人だけっていうのは。主様、怪我人が気になる気持ちはわかるが。そうだな。外部の人間を嫌っている土地にわざわざ出向くことはない。主様の身に危険が及ぶかもしれないしな。なあ。アロ、すまないが俺たちの代わりに今の話を伝えてくれないか。そしてできれば、その男の安否を確認してもらえると助かる。このままじゃ主様も気になるから、気になるだろうからな。行こうや、ボスキー。もちろん、そのつもりだよ。ありがとう、二人とも。悪魔執事の皆さんは、本当に優しい人ばかりなのね。フルーレさんの手紙に書いてあった通りだわ。ボスキーさんは不愛想に見えるけど、心根は優しいって。新ネカ、はあ、どっちだろう読み方。は？不愛想。よかったっすね、ボスキーさん。そうっすね。ボスキーさんの優しさはフルーレにしっかり伝わってるみたいっすよ。あなたのことも褒めてましたよ、アモンさん。あ、これ、いやー、せっかく濁したこと直で言いそう。チャラくて軽そうに見えるけど、お、やっぱチャラそうって言われてる。とても誠実な人なんですってね。え？チャラくて軽い。よかったな、アモン。後輩の貴重な本音が聞けて。なるほど。そうっすね。おかげでフルーレのことがより深く理解できたっす。おとなしそうな顔して、意外と辛辣なところがあるみたいっすね。一度じっくりと話し合う必要があるっす。怖え。同感だ。ああ、フルーレが。
あら、もしかして私余計なこと言ってしまったかしら。もしかしても何も、絶対わざとだよね、チェノは。まあそんなことないわよ。私は低粛な妻だもの、引っかき回すの大好きね。でも森の中は娯楽が少ないから、刺激的なおしゃべりができて、久しぶりに楽しいわ。やれやれ、可愛い顔して意外と怖いところあるんだから。はい。チェノアさん、このジュースまだおかわりありますか？はいはい、今持ってきますからね。どうだ？じゃあ釘にも一旦ここまでにしましょうかね。今大体何話だ？第9話か。太古の森の歴史から聞けるっぽいですね。まあ今んところとりあえず新キャラが多分新しい悪魔羊の候補になるんじゃないのかなってことかな。アロチェノアはさすがにならないよな、多分。いや、あるのかな。いや、まあ、現状は多分あと3人、あと2人か。さっきの新キャラにあとプラス2人、また新たに悪魔羊候補が出てくるのかもしれませんね。はい。次回楽しみです。それじゃあ一旦終わります。シアンでした。またね。